はい、休み時間です。ということで、先日なんですけど、新しいね、SNS がリリースされて、インスタのツイッター、ちょっとね、ちょっと何言ってるかよくわかんないと思うんですけど、インスタ版のツイッターみたいな新しい SNS がリリースされたので、それをね、始めてみました。スレッズですね。そう、スレッズで合ってると思うんですけど、スレッズ、ね、発音の仕方はね、どっちかちょっとわかんないみたいなのはあるんですけど、初めて見ました。はい、ありがとうございます。この動画で伝えたいことは、それでね、もう全て伝え終わったという感じなんですけど、そう、何日か前にね、急に始まったサービスで、うん、やっぱり今ね、ツイッターが結構ね、ありますよね、いろんな動きしてて、うん、だからツイッター、今までやってた人の引っ越し先みたいな、新しい SNS を探しているっていう方も結構多いみたいな、そういった流れもある中で、メタですね、 Facebook、Instagram のあの会社がスレッズというアプリをリリースしましたということで、インスタのアカウントがないと、ね、始められないみたいなんですけど、そう、インスタやってたので、でそのままね、そのアカウントを作り、始めてみたっていう感じですね。でもね、やってみたら意外とね、結構個人的には楽しくて、なんかまだまだね、全然始まったばかりのサービスなので、ツイッターでいうところのツイートしかできないみたいな、そう、誰かをフォローしても、そのタイムラインにそのフォローした人のツイートがね、そんな感じでね、わーって流れてくるってわけじゃなくて、もう本当になんかもうカオスな状態になってて、全然知らない人の投稿とかも普通にすごい流れてくるし、でも投稿してる人たちも何投稿したらいいかわかんないみたいな、そんな中で手探りな感じで使い始めてて、新しい SNS が立ち上がったその瞬間をなんか目撃できてる感じもあって、そういうのもね、すごい面白いんですよね。いや、ありがたいことにね、結構ね、フォローしてくださる方もいらして、内容的にはかなり薄め、内容的には薄めというか、なんか何を投稿しようかなって、そう、一番最初の投稿は始めてみましたっていうね、どんな感じに使っていこうかまだ何も決めていませんが、こちらでもよろしくお願いしますっていうことで、団子坂散歩の動画の中で、団子坂の、なんだろう、プレートの前で記念撮影した写真があって、その写真をね、投稿したんですけど、本当に何も考えてなくて、そう、ただやっぱりこうね、いつも動画を見て、応援してくださっている方向けの投稿をここでできたらいいのかなって思い始めてて、うん、だからね、全然すごい緩い内容の投稿が多くなると思うんですけど、そう、この本読んでますとか、今日は七夕とかね、一言の投稿だったり、文字数とかも結構書けるみたいなので、短い投稿とか、あと長い文章を書いたりとか、その時の気分でね、いろいろ使い分けもできるなとか、いろいろ考えてはいるんですけど、基本的には視聴者さん向けの投稿をここでできたらいいかなと思います。なんか、インスタグラムやられている方はわかると思うんですけど、そう、ストーリーの機能があって、投稿後24時間だけ表示されるっていう、それ以降は消えちゃうってやつなんですけど、その、ね、ストーリーに投稿していた内容みたいな、そういった雰囲気のものをここでね、できたらいいのかなとかね、まあね、いろいろ考えてはいるんですけどまだね、何も固まってないっていう、今思いついたこととかをこうさっとね、投稿できるみたいな、そういった気軽さもあるので、うん、そもそもね、これフォローしている方にもちゃんとね、届いてるかどうなんだろうっていうね、そういった不安もまああったりするんですけど、タイムラインを見ていただければ全部投稿残ってるので、そんな感じで結構ね、気軽に投稿できるっていうのは個人的にはかなり使いやすくていいですね。そう、読書関連の投稿ももちろんあるとは思うんですけど、基本的にはね、日常とか、全く関係ないつぶやきとか、そういったことをね、できればいいかなと思っております。なのでぜひね、インスタやってて、でスレッズも始めたよっていう方は、多分ね、アベシーで検索したら出てくると思いますので、ユーザー名検索はね、あるんですよね、うん、出てきますね、そう、出てくると思いますので、ぜひね、チェックしていただけると嬉しいです。こんな感じでサブチャンネルでは、このチャンネルのね、裏側的なことを話したりする休み時間っぽいチャンネルですので、こちらの動画面白かったと思っていただけたという方は、ぜひ高評価を、これからの動画も気になるという方は、メインチャンネルと合わせてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。スレッズね、もう使ってみましたとか、
あまだ考え中なんですよねとか、何でもいいのでぜひねコメントもしていただけると嬉しいです。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。